うも皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。アレレレニです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はなんとですね、初のデッドバイデイライト解説実況をしたいと思います。解説テーマは私の大好きなトーテムについてです。ごめんね、これごめんね、ごめんね。あ、大丈夫ですね。デッドバイデイライトって何っていう方もいらっしゃると思うので、そういった方について簡単にご説明させていただきます。対象型対戦アクションゲームです。1人のプレイヤーが殺人鬼、4人のプレイヤーがサバイバーとして構成されます。まずサバイバーはマップに発電機がたくさんあるのですが、そのうちの5つを修理して脱出ゲートを通電させ脱出することを目的としています。キラーはそちらのサバイバーたちを皆殺しにすることが目的です。まずトーテムについてですね。今回のテーマであるトーテムはマップに必ず5つ存在します。単体での効果は基本的にはありませんが、殺人鬼キラー側が専用のパークをつけると呪いのトーテムへと変化し特殊効果を発動します。私はですね、このトーテムを破壊することを目的に遊んでます。トーテムの探し方について、よく一緒にやってる方になんでそんなにすぐ見つけられるのって言われることが多いんですが、まあもちろん、まあ、長くやっているので、私は2017年からこのゲーム遊んでいます。まあ、簡単な探し方のコツについて今日は解説したいと思います。まずですね、トーテム初心者の方は見るべき場所があります。それは障害物です。まあ、いわゆるジャングルジムと呼ばれているあのとこにですね、あることが大変多いです。基本的にトウモロコシ畑とか山岡亭とかあの辺以外は平たく、なんていうんだろう、広く開いてるところにはトーテムがあることが大変少なく、こういった障害物ですね、こういった今動画出てると思うんですがにあることが非常に多いです。以前ね、私が始めた頃は、まあ、マップのトーテムほとんどランダムではなく固定で、まあ、その時はマップの位置全然覚えてたんですけど、今は基本的にランダムです。でおまけにですね、やってて思うんですが、定期的にリセットされてまして、ある程度パターンはあるんで、そのリセット期間の間は一生かなーって感じです。まあこれ例に調べです。次はトーテムを壊す目的についてです。先ほど最初に設営存者は発電機をつけて脱出することが目的だとお伝えしたと思います。なんでトーテム壊してんのって聞かれると、BP 稼ぎです。冗談ですよ。私が、始めたての頃にトーテムを壊そうと思った理由は、誰も死から逃れられないという、ちょっと怖いパークがありまして、そのパークの、抑制でやってました。決してジェネレーターを触るのが嫌だとか、チェイスをするのが嫌だとか、そういった、ね、理由ではないので。ただ、そうやってもぎもぎすることをすごく楽しんでたんですが、そんな私にも暗雲の時代がやってきたのです。それがですね、スピリットの銅像ですね。スピリットというキラーが出てきた時に、ついにトーテムに対する呪いが、恐ろしい呪いが発生するようになったんです。それが固有、スピリットの固有パークの霊障ですね。この
その霊障に紐づいたトーテムを破壊すると、そのトーテムのレベルにもよるのですが、一定時間サバイバー全員が一撃瀕死になる無防備という状態になります。状態としてはあのマイケンのレベル3と同等の状態になります。やっぱりね、そんなトーテム壊すと迷惑がかかるなってすごい葛藤しました。でも呪いのトーテムって普通のトーテムに比べると、普通のトーテムが1000ポイントもらえるに対して呪いのトーテムは1500ポイントもらえるんですよ。いやー、他人の迷惑と自分のポイントという天秤をかけられた時に私はやめられませんでした。あ、そしてそんな感じでトーテムを壊し続け、さらに最近不死という恐怖のパークも出てきてしまいました。こちらの不死のパークは発動中いずれかのトーテムが2メートル以内に、あ、違う、いずれかのトーテムだから呪われてても呪われなくても2メートル以内で生存者のオーラが見えるようになってしまうんですね。でこの不死のパーク壊せばいいじゃんって思うんですが、その他の呪いのトーテムと重ねられるとどれが不死かわからないので壊しようがないんですよね。まあそうやって不死が出てきたにもかかわらず、私はやっぱりもぎもぎしてます。最後にトーテム壊しの注意事項についてご案内したいと思います。まあ、通常ですね、トーテムを壊す行為は脱出するという目的において大きなメリットには基本的にならないです。壊す時間を修理時間にかけていた方が本当はいいのでしょう。ただしですね、トーテムを1個壊すのに何分使うと思います、皆さん。正解は15秒です。たった15秒で1000ポイントないし1500ポイントもらえるのは美味しくないですか？ですので、まあそのマッチの状況を読んで楽しいトーテム破壊ライフを皆さん楽しんでいただけたらなと思います。他のサバイバーの方が迷惑にならないようなトーテム破壊活動を皆さんしていただければと思います。それではまた霧の森の中で出会いましょう。お疲れに。